こんにちは、日野です。今日は2023年の5月の4日になります。連休真っ只中というところですけれども、今日も店をさせていただいております。連休はなんかどこ行ってもいっぱいの感じですよね。ツイッターを見ていたら、三年坂、京都の三年坂、もうなんかぎゅうぎゅうで、こう歩くのも大変なぐらいの混みようみたいなツイートがされてましたけれども、あと、江ノ島っていうところ、僕は行ったことないんですけれども、そこももうぎゅうぎゅうの人ということで。連休は観光地とか、特に有名なところは行くもんじゃないというと失礼ですけれども、まあでも行っても人だけっていう感じですよね、多分。まあ、僕はもう、おとなしくしていますけれども、今。最近メルマガでは、意識エネルギー、意識レベルっていうことについていろいろ触れていってるんですけれども、その空海、最澄、日蓮っていう人物が、非常にレベルが、意識レベルっていうんですかね、意識レベルが高い人物であるっていうことで、空海が900レベル、最澄が800レベル、800台、日蓮さんが700台っていう、まあ、数値が出てます。あくまでも一つの目安ということになるんですけれども、で、その空海さんが唱えたというか、空海さんが、100万遍唱えたっていう真言が、国蔵菩薩愚問、あるんですよね。前回言ったと思うんですけど、まあ、能棒から始まるので、能棒っていうふうに、能力の能に望むって書いて、能棒っていうことを、まあ、その S 氏という方がいるんですけども、その方が、メルマガとかで述べられていた。で、書籍にも能棒っていう本がなってるんですけれども、それが今、Amazon で見たんです、探したんですけど、ちょっと見当たらなくて、前は あったんですけれどもね、まあ、ちょっとその書籍に、かなり詳しく書かれていて、まあ、僕自身も一時期ノーボーアキアシアギャラバロンアリキアマリボリソワカっていうような、あるんですけど、それをひたすら繰り返し唱えると、まあ、そうすると自分の、ね、振動数、まあ、特に消化体に響いて非常にこう振動数が上がっていくっていうような、信号なんですけれども、まあ、空海さんが使っていた真言ということで、非常にいいんじゃないかなと思うんですよね。で、その真言が、まあ、前回も言いましたけれども、935かなっていう意識レベルだっていうふうに言われていて、僕がちょっと見たら、金八社で見たら700台、730か、そのあたりだったんですよね。だからまあ、実際どうなのかってわからないですけれども、まあ、でも700以上としてもかなりレベルが高いんじゃないかなっていうところですよね。で、だからそういう言霊って、やっぱり、ちょっと途切れましたけれども、まあ、言霊は振動数を上げるのでね、非常にいいということで、まあ、ちょっと思いついたのが、よく言われている、アマテラス・オホミカミという、まあ、10文字の言霊。これが非常に、いいと、繰り返し唱えるっていうことで言われていますけれども、これも実際見たら、意識レベルで見たらですね、僕のあくまで測定なんですけれども、800台後半、890、なんかそこら辺だったと思います、数字的には。で、雨の水中主の神っていう存在、まあ、大元の神、根本的な神がいますけれども、雨の水中主の神だとさらに高くて980台だったか、まあ、結構な数字出てましたね。まあ、あくまでも僕の測定ということなんですけれども、まあ、ですからそういうアマテラスオホミ神っていうのを、唱えたりとか、あと雨の水中主、雨とか雨どっちでもいいんですけれども、雨の水中主の神っていうふうに唱える、でも繰り返し唱える、まあ、3回セットがいいのかなと思うんですけれども、まあ、それを繰り返し唱えることだけでも結構振動数が上がるというふうに思います。で、考えていくと、まあ、雨の水中主の神で、アマテラス大神っていうのは増加三神でいう2番目の高み結びの神とイコールなんですよね。だから、雨の水中主の神、そしてアマテラス大御神、それが高み結びの神で、神結びの神ですから、その増加三神を唱えても非常に高い意識レベル
が出るっていうのがね、分かりましたというか、まあ、僕なりに見たらそうでしたね。だからそういう神の名前を唱えるっていうのは非常に重要じゃないかなと、まあ、大事というか、まあ、ただ自分がその絶対的な神っていう存在を信じていないと効果は多分半減すると思うんですよ。まあ、無神論者の人が唱えたとしても、まあ、それは言葉でしかない。まあ、本当に真から、真の底から、信じて唱えていくことで、より効果的になるんじゃないかなということをね、思います。まあ、そのあたりいろいろ自分なりに見ていきたいなと思っております。ということで、今回はね、以上になります。ありがとうございます。